はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は燃えた博多の近所九州ダービー福岡対鳥栖のマッチレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで本当両者プライドをかけたゲームになりましたね。まあ、前後半で両者お互いね良いとこ出し合えたんじゃないですかね。こう試合が中だるみしなかったというか常にハイテンポでゲームがね進んでいたんで、これは見てて非常に面白かった。本当このゲームテンポ、ゲームスピードの速さ、これはなんかこれ両チームとも進化を感じたゲームになったと僕は思っているんで、これは今後両者のリーグ戦戦いどうなるかちょっと楽しみになってきましたけれどもね。はい、ということでこちらメインチャンネルですね、サブチャンネルの方でも J リーグの話をしておりますので、よかったら動画概要欄からサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということでまず両チームスターティングメンバーですね。福岡の方は田中達也左サイドハーフですね、先発、2試合連続先発となりました。そして右にはクルクス、そして2トップが山岸選手の相方、この試合はルキアン選手に戻りましたね。まあ、その前はファーマ選手がガンバ大阪戦スタメンではあったんですけど、この試合山岸ルキアンの2トップで来ました。そして対する鳥栖の方はワントップ柿田選手、そしてその両脇に菊池選手、堀米選手がシャドウで入ってダブルボランチもこれ鉄板ですね。福田選手と小泉選手、そして3バックが右から原田、田代、ジエゴ、ここ結構ね攻守に躍動してた感じがありますけども、さあ試合結果こちらでございますね。ドローということで、いやこれは最後の最後まで分からんゲーム見せてくれました。両者どっちに転んでもおかしくないゲームでございましたが、いやハイレベルハイテンポなゲームを見せていただいて、これは本当ね一 J リーグファンサッカーファンとして非常に興味深い面白いゲームを見せてくれたと僕は思っているんで、本当両者お疲れ様でした。噛みましたけどね、噛みましたけども両者お疲れ様でした。本当僕はそれ心から言いたいと思いますけどもね。はい、そしてこちらじゃあ前半ですね。まあ、前半レビューということで、まあ、前半終了時点のポゼッション率が 38% で 62%、 これアビスパ福岡が 38% で、サガン鳥栖の方が 62% でございますが、これはまあねボール支配率ってアビスパ福岡特にそんなに気にしていないというか、むしろアビスパ福岡のチームスタイル的には逆、この 60% 福岡だった場合が逆にやりたいことがやれていない、狙い通りのことはできていないので、まあうん、この数字というのは別に僕は妥当というか両チームのチームスタイルを反映した数字になっているんじゃないかと思いますけれどもね。でまあ両チーム狙いははっきりですね、持ちたいトスと持たせたい福岡ですね、自分たちで主体的にボールを持って攻め込みたいサガン鳥栖と、相手にある程度ボールを持たせておいてそこから奪ってカウンターに転じたい福岡、これ本当両者はっきり狙いが見えておりました。しかしまあセカンドボールの回収、特に前半は鳥栖が多かったですね。福岡はもう守るという時間帯が多かったで、これ守るというかね、ここまで守る時間帯を長くはさすがにしたくなかったと思います。まあ、守る時間帯が長かったりとか、ボールポジションはまあトスに譲るよという形で、もうちょっとセカンドボールの回収、まあ、跳ね返した後ですね、グローリ選手とかミヤ選手が跳ね返した後のセカンドボールの回収というのはもっとやれたんじゃないか、もっとセカンドボールを回収して縦に素早く攻めることができれば、まあ、福岡もね得点チャンスはあったと思うんですけれども、このセカンドボールの回収、特に前半はトスが本当に秀逸でした。セカンドボール、このルーズボールの反応も含めてですけどもね、まあ、カウンターになりそうなところをしっかり潰すことができていたんでね、これはまあトスがお見事だったんじゃないか、そういう前半でございましたけどもね。はい、そして後半ですね。まあ、後半見ていくと両サイドからですね、まあ、福岡は本当両サイドからチャンス演出していました。まあ、右のクルークス、左の田中達也、特にまあ田中達也のサイドは結構何回も、えぐって最後まだクロスとかシュートで終わることができていたんで、この幅を取った位置から一気にグッと中に絞ってくれば、この田中達也の武器、また分かりやすい武器であるんですけども、非常にこの田中達也選手のプレーというのは後半アクセントつけていたんじゃないかと思いますけれどもね。で、しかしまあ右サイドのクルクス選手も積極的にこれ、中に絞ってプレーしたりとか、まあ、味方を使うプレーとかもあって、これは面白いプレーありました。これで本当得点が決まればというセットプレーもありましたけれども、なかなかこれやっぱトスの守りも硬かった。まあ、前半と後半でと、まあ、前半の勝者は、トスであるのは間違いないと思うんですけど、まあ、後半ですね。後半の勝者、まあこれ内容だけで決めるとすれば、やっぱ後半は福岡の方がやりたいことが、やれたんじゃないか、しっかり押し込む時間帯もありまして、まあ、カウンターに行くチャンスもあったんで、
という意味では、まあ、前半後半これ本当一勝一敗というかですね、僕は両チームとも面白い色を見せてくれたんじゃないかと思ってますけどもね。そして、中村選手のゴールオフサイド、まあ、あれはオフサイドで、まあ、しょうがないかなって感じがします。まあ、トスの選手が触っていればオフサイドでないんですけれども、そこもしっかり VAR が介入して、まあ、トスの選手ではなくて福岡の選手が触ったボールに中村俊選手が反応したんでっていう、まあ、判断だと、思いますけど、やっぱそこで一旦ゴールネット揺らしたんでね、まあ一旦はしかし、まあそれでゴール取り消しにはなったんですけど、そこから別にこうガクッとねテンションが下がることもなく、まあ最初も言った通りですね、本当ハイテンポハイスピードな、ゲーム展開を見せてくれたんで、これはね本当決まっていれば福岡市で値千金の一発で勝ち点差につながる得点になるはずであったんですけども、まあ結果、オフサイドということになりましたね。そしてまあ、この試合はさっきも言った通りそうなるんですけども、本当前半決めたかったのは、サガン鳥栖だったと思います。本当1点でも2点でも取るチャンスはあったんですけど、逆に後半決めたかったのはアビスパ福岡ということで、本当前後半で、両者これはいいとこで出し合えたんじゃないか、本当これどっちに転んでもおかしくないゲームを見せてくれたと僕は思うんでね、これはまあ、両チームと本当熱い本当博多の夜が、燃えたゲームだったんじゃないかと思っておりますけどもね。はい、ということでちょっと早いですけども以上になりますね。まあ、やっぱりこうダービーね、あまりダラダラ語ってもしょうがないと僕は、思っておりますんで、もう今度スパッとたまには、終わりたいと思っているんですけども、これはしかしまあ両チームと今後期待が、持てるゲームになったんじゃないですかね。まあ、次トスのホームでのゲームですね。ここは僕もちょっといけると、思っているんでね、この熱いダービーもう一回ちょっと現地で見て、そこでもう一回僕は、多分感動すると思うんですけどもね。まあその時に声出しはさすがに難しいとね思うんですけども、さまだまだ今年、ダービーもう一回リーグ戦残っているので、さ次こそ勝敗決めてほしいと思ってますね。はい、ということで以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんしゅがたチャンネル登録よろしくお願いします。さら。